じゃこりゃー。はいはい、バーン。本体をしっかり持ち、飛び出し口を上に向け、5本の引き紐を1本ずつ引いていきます。5本の紐のうち1本が当たりで、音とともに紙テープが飛び出しますと。他の4本は外れですね。まあ、この裏側にね、この紐がくっついてて、ここから飛び出すということですよ。まあ、今日はハロウィンですけど、あんま日本人に馴染みないですよね。だいたい日本人のハロウィンの認識ってあれでしょ、ディズニーランドのホンテッドマンションが混む日でしょ。サイバークリーン。元を正せば文化のないアメリカがですね、無理やり作った、まあ、人工的なお祭りみたいなもんですよ。なんじゃこりゃー。いや、意外と使えるんですよ。クリスマスはなんとなくわかるけど、ハロウィンで浮かれてる日本人なんかね、欧米かと言いたいですよ。ほんとね、もうボンクレ正月だけありゃいいじゃねえかと。なんでわざわざハロウィンまでと。商業戦略も甚だしいっていうね。そう思いませんが、だいたい女子高生でさ、ハロウィンがうんたらかんたらなんて言ってないじゃない。うわ一発ー。え、おおおお、やっぱ俺持ってるわ。いろいろ用意したのに。いやね、やっぱ友達いないとつまんないよね。